スタジオミュージシャン列伝番外編追悼を企画ジャズ・フュージョン界を代表するサックス奏者デビッド・サンボーンの名演を聞く。 が入ってきましたジャズ・フュージョン界の超スタープレーヤーそしてロック・ポップスの世界における超売れっ子のスタジオミュージシャンであるサックス奏者のデビッド・サン・ボーンが78歳で亡くなりました。 まあこの往年のフュージョンファンには説明不要の大スターなわけなんですがそれと同時にロックファンにとっては本当にねおなじみの名盤の数々で素晴らしいサックスソロを演奏してきた名手です。そういう意味ではこのコーナーで以前3週にわたって特集したマイケル・ブレッカーと非常に似た立ち位置にあるわけなんですけれども。 マイケルブレッカーがテナーサックスを演奏したのに対して、デビットソンデビットサンボーンはアルトサックスというちょっとねテナーよりも音域の高いサックスの名所だったんですね。このデビットサンボーンという人はとにかくポピュラー音楽の歴史においてね非常に 非常に大きなインパククトを残ししたたサックス奏者でしたこの3本登場前と後ではですねこの3本前3本後っていう感じでポップスにおけるこのなんて言うんでしょうねサックスという楽器の使われ方みたいなのが変化したというかね3本登場後はもうほんと猫も尺子もみんな誰もが3本みたいなソロを吹くようになっちゃいまして非常に大きな影響を音楽業界に与えた人です。 それで何が3本を3本たらしめたかというとこれはねまず1点目聞いたらすぐにそれと分かる非常に特徴的な音色です。 彼の音色なね僕ね実はこの彼の音があんまり好みではないというかどちらかというとウッディーなこの柔らかいサウンドがサックスは好きなので音色だけを切り取って考えると僕は決してデビッド・サンボーンの音自分の好みど真ん中ではないんですけどそんな好みの問題を吹き,吹き飛ばすようなねこの有無を言わさぬ恐竜 強烈な個性唯一無二の個性を持っているすごいプレイヤーですそして音色とともに特徴的なのが非常にブルージーでむせび泣きながら歌い上げるようなフレージングと歌い回しですね。 これがねやっぱり3ボーンが登場して以降プロのサックス奏者がみんな3ボーンみたいな音の吹き方になったというくらい影響を与えた、えー、そのくらい特徴的な演奏をする人ですそんな彼のこのメタリックな非常にねアイコニックなサウンドがよくわかる作品をちょっとまず1曲聴いてもらいたいと思います1982年のアルバムですね「As We Speak」というアルバムあるんですけれどもジョージ・デュークのシンセベースとマーカス・ミラーのスラップベース が炸裂する中で非常にブライトで耳をつんざくような金属質なギラギラとしたサンボーンのサックスの音色が堪能できると思いますお聴きいただきましょうデビットサンボーンでオーバーオーバー お送りしているのはデビッドサンボーンでオオーバーーーババめちゃくちゃかっこいい僕が彼のサウンドをメタ,リックというメタリックと表現する理由がなんとなく分かっていただけたんじゃないかなというふうに思いますけれどもこのデビッド・サンボーンという人がサックスを吹き始めたのは幼少期にポリオウイルスに感染した影響で小児麻痺にかかったようでその リリハビリのたためめにサックスを吹き始めたそうです何かね呼吸系をこう強くするという意味合いでサックスを始めたとでそんな経緯も影響しているのかこの人ね吹き姿も非常に独特でしてこのリードを加える角度というか楽器をその口に加える角度みたいなのもすごくねこの息を吹き込む角度っていうのかな他のサックスプレイヤーとも見てわかるくらいだいぶ違うんですよね。それであの彼が使っっててた楽器ののセッティングっていうのも非常に独特 でマウスピースがまず金属製なんですけどその金属製のマウスピースにものすごい硬いリードを使ってすごく鋭利な角度から息を吹き込むっていうそういう彼のねスタイルによってこの独特なメタリックサウンドが生まれているのかもしれません。そして楽器のそのまあセッティングというかねすごい特殊なこだわりがあったみたいでそのサックスっていろいろなパーツがこのね 管状のものにくっついている楽器なんですけれども楽器についているありとあらゆるネジをゆるゆるに緩めて吹いていたみたいでなんか普通だったらこっちしっかりと固定されているはずのパーツがなんか全部グラグラの状態で吹いていたそうでそれもね彼曰く楽器の鳴りを殺さないように最大限豊かにするための工夫だったそうなんです。 でそんな彼の来歴簡単に紹介していきたいと思いますけれどもその小児麻痺のリハビリのために始めたサックスですが10代半ばの頃にはすでにアルバート・キングとかリトル・ミルトンといったブルース界の巨人たちと演奏するまでにレベルアップしていたそうで彼はねつまりもともとブルーズマンだったんですよ彼のこのむせび泣くようなプレイスタイルっていうのはこのリズマンド・ブルース由来というかねハンク・クロフォードレイチャールズのバックで吹いていたハンク・クロフォードとかあるいはえー キングカーティスこの間あのバーナード・パーディーの特集の時にやった出てきたキング・カーティスとかねそういったリズムブルースの名手から来ているこのプレースタイルという感じなんですよねで彼はキャリアの出発点としてまずポール・バターフィールドというブルース・ハープの名手のバンドに加入しますこのポール・バターフィールドという人は この音楽コラムでも何回か名前が出たことがあるかな白人によるブルースのパイオニアみたいな人物で、えーとね、ボブ・ディランに非常に強い影響を与えたあ人ですボブ・ディランがこの今までアコースティックギターでフォークをやっていたのがこのエレキギターを持ってこのロックな音楽をやり始めるきっかけの一人というふうに言われているくらいアメリカンロック史における超重要人物なんですがそんなポール・バターフィールドのバンドに加入しまして、えー、その後 B.B. キングとか あるいはデビッド・ボーイといった超大物たちのアルバムに作ス奏者として次々に参加してスタジオミュージシャンとしてとんでもない売れっ子になっていくわけですねさらにデビッド・サンボーンジャズ・フュージョンシーンのスタープレイヤーとしてこのあとらに羽ばたいていくことになるんですけれどもそのきっかけというのがですね実はこのコーナーでも特集したことのあるマイケル・ブレッカーが、えー、お兄さんのランディ・ブレッカーとともに組んでいた「ブレッカー・ブラザーズを」を 彼らと一緒に結成したことがきっかけになってますつまり デビットサンボーンという人はブブレッカーーーラザーズのの創立メンバーの1人なんでですねでこれなんでこのデビッド・サンボーンも主役のはずなのにブレッカー・ブラザーズという兄弟の名前がこれバンド名になったかというとこれはね単純にレコード会社のマーケティング上の都合で兄弟バンドだよっていうことを強調するためにブレッカー・ブラザーズという名前がついてしまったんですが実際のところはブレッカー兄弟に加えてデビッド・サンボーンの3人の管楽器奏者が主役のバンド だったというわけなんですそれでこの、えー、ブレッカー・ブラザーズがデビューしたのとほぼ時を同じくしてデビッド・サンボーンは、えー、自分名義のデビューアルバムというのを1975年ですねリリースするんですけれどもこのアルバムがねメンツがほぼブレッカー・ブラザーズなんですよね同じミュージシャンで演奏されているんですがその中から1曲お聴きいただきたいと思います。ここのののののの曲のきどころはそのマイケル・ブレッッッカーーとデビド・ササンンボーンの、まあ、サックス奏者の2大巨頭の ハモリが堪能できるというところですね。ウッディーな優しい音色で下のパートを吹くマイケル・ブレッカー。そして金属質なブライトな音色でメインメロディを吹くサンボーン。この2人の、ね、音色の混じり合い方が最高です。お聴きいただきましょう。デビッド・サンボーンで「ザ・ウィスパラー」。 お送りしているのはデビットサンボーンのソロ名義のデビューアルバムから The Whisperer という曲でした今ねこれサックスソロ吹いてるのがまあデビットサンボーンですねこの頃からすでにメタリックな彼のサウンドとファンキーでブルージーな歌い回しはもうねデビューアルバムにして確立されているように感じますけどこのデビューアルバム以前にもすでにスタジオミュージシャンとして大活躍中でしたからねで彼は結局このソロデビュー以降ですねスタジオミュージシャンとしての活動もずっと続く。 超多忙な活動を続けるんですがそれと同時にソロアーティストとしての活動っていうのもこれも並行してしっかりとこの2つ両立しましてですね1980年代から2010年代に至るまで精力的に活動を続けていくことになります。 自身がグラミー賞に6回輝きながらそれと同時にストーンズのバックで吹いたりトトのアルバムで吹いたりあるいはクラプトンのバックで吹いたりとかサポートミュージシャンとしても大活躍でさらにはですねテレビ番組とかラジオ番組でも司会を務めるなど本当に多方面に大活躍してきた人物でしたでこれね僕の好きなマイケルブレッカーに比べるとより非常にこの分かりやすくジャズとかブルースの美味しいフレーズをチリ なんかこの美味しいところをしっかりとねなんかこのダイジェストで聞かせてくれるみたいなところが非常に彼のプレイの特徴かなというふうに思いますなのでその分かりやすさがすごく愛されたプレイヤーだったのかなというふうにも思います僕もね数えきれないくらいライブ見に行きましたし日本にもすごくファンが多いんで本当にね残念だなというふうに思います心からご冥福をお祈りしたいと思います今日は最後に 僕がよくライブを見に行ってましたサンボーンの2000年代に入ってからのトリオですねドラムがスティーブ・ガットそしてオルガンがジョイ・デ・フランチェスコジョイ・デ・フランチェスコもなくなってしまってるんですけれどもこのトリオで撮った素晴らしいアルバムがありますそのアルバムでなんとジェームス・テーラーがフィーチャーされている曲がありますこれがねレイ・チャールズのカバーなんですけど全員の演奏が本当に最高なんですそしてそのデビッド・サンボーンの非常にギラギラしたメタリックな音色を素晴らしい ネイロデネ、カイゾードデネ、キ、ね、てクシテク超高音質録音版としても、このアルバム非常におすすめなので、お聞きいただきましょう。デビットサンボーンの Only Everything, Everything というアルバムから、デビットサンボーンと、フィーチャリング・ジェームス・テイラーで、ハレルヤ i Love h u s l e をークしているのは、デビットサンボーンの Only Everything というアルバムから、ハレルヤ e i Love Hustle、フィーチャリング・ジェームス・テイラーでした。いやー、かっこいい。 あのサックスソロももちろんですけどその後に続くジョイ・デ・フランチェスコのオルガンソロもめちゃくちゃかっこよかったですね本当に、えー、惜しい人を亡くしたなという感じがしますさあ過去の音楽コラム番組